ついに金融庁も動き始めた。中古車販売大手ビッグモーター東京都港区、兼重博之社長が事故車修理における保険金を不正に水増し請求していた問題で、金融庁はビッグモーターと損害保険各社に対して、保険業法に基づく報告徴求命令を発出する方針だ。ビッグモーターは損保各社の自動車保険を扱う保険代理店を運営している。水増し請求をめぐる顧客保護の観点から、自賠責自動車損害賠償責任保険の契約をはじめとして募集販売などに問題がなかったか、関東財務局を通じて詳細な報告を求める考えだ。損保ジャパンに立ち入り検査も、さらにビッグモーターとその幹事会社である損害保険ジャパンに対しては、立ち入り検査に入る方向で調整に入った。損保ジャパンは7月25日に保険金不正請求を認識できなかったことを真摯に受け止め、社外弁護士による調査委員会を設置すると発表している。ただ、金融庁首脳は我々として調査するべきことは淡々と進めるとしている。金融庁が立ち入り検査の調整に入ったのは、水増し請求をめぐるビッグモーターと損保ジャパンの一連の対応に、顧客軽視の姿勢が目立つためだ。金融庁に苦情殺到なのかな。入る前に事前通告するとかバカだろ。証拠隠滅の可能性あるのに。金融庁は本気でやる気あんのかね。 LINE 消去よし、書類廃棄よし。5000人社員いるなら3割は LINE 保存してそう。大丈夫、 LINE はどこからともなく出てくるから。やってる感。貢献も動けよ。全国的に被害だろ。社長は立ち入り検査入る前にやめたのか。取り消せよ事業許可。当然だろ。今、損保役員室ではビロワビロワビロって言っている時。事前に報道すんなよ。あるはずの書類がない、イコールやっとるなってことなので、事前に知らせても変わらない。面白くなってきたな。客が損するシステムの構築か、中抜きシステムの方が効率いいな。バレたら破滅するリスクがあるのによくやるわ。なんで今まで放置してたの。昨日業株価下がってるけど驚くほどではないな。先に言ったら隠蔽するだろ。隠匿させないために匂わせとくんよ。隠匿したら罪が増すとの脅し。そこそこ証拠集まってんだろう。立ち入り検査を強制すんの。強制じゃねえんだ。国税と同伴したら良いのに。草、こういう時のために天下り入れてるから闇雲に終わるよ。年収5000万の店長や年収3000万の営業マンがいる時点でおかしい。たかが中古車販売でそんなに利益が出ること自体がおかしい。倒産かな。倒産速報を見てたら、ちらほらと行政処分を受けてとか見かけるし。金融庁の特別監査課、かなりやられるね。信用していいの？今まで通りのうちうちでなーなーになるの？新金融庁になるの？長年でビッグの組織的なら巨額なんだろうに、保険の被害についてほとんど報道ないもんな。損保会社が何を問題視してるのかさっぱりわからん。これはもう金融行政や政治家絡んでないと。長年不正が放置されたままテレビ CM ガンガンやって事業拡大や急成長なんか無理なんだよね。徹底的にやれ、ごまかすな。どこもやってる。ビッグモーター関係なく、全体の保険料の値上げに寄与してるんだから、ちゃんと調べてくれ。これもうどうすんの。これ水増し請求で損保被害者に見えるけど、さらに水増しして保険料上げるから直接的には損保の方が悪質よな。正規ディーラーでもやたら損保ジャパン進めてくるんだけど、癒着あるのかな。俺は警戒してネット型保険に入ったけど。自動車部門切り離されて終わりだろ。面白くなってまいりました。もしかして何年も無事故の俺も損保ジャパンのせいで保険料が上がってる可能性があるの。値上げして個人の事故には支払わない。損保ジャパンの割合負担は前から問題になってるやろ。現実に上がってるでしょ。特に事故率の高い車でもなければ、無事故なのに毎年保険料が上がるのはおかしいわな。金融庁よし。本体はこっちまである事件ですよね。もっと上だよ。保険料率全体に関わってくる事柄なのに、民間保険会社一社で企てられる不正じゃないもんこれ。損保ジャパン加入者以外はほぼノーダメージ。任意保険の加入者全てに関わってくるのだが、自動車保険のシステムを理解できてない。全て明らかにしてください。なんか金融庁を正義の味方と勘違いしてるやついるけど、目的は権益拡大だぞ。まだ調整中だぞ。天下りの状況も説明しとけ。ビッグモーターの人に LINE ログ保存方法を伝えなきゃな。本当の被害者は保険料を払ってる末端の客な。損保ジャパンはビッグモーターからどんだけ請求されても客の保険料上げればいいだけだから、痛くも痒くもない。損者と無関係でも、損保や政府に入っている全員関係あるよな。金の請求も簡単ではなくなる。何調整って、この間にヤバいもの隠すか捨てるかしてねってこと。半沢直樹スレで仕入れた知識だと金融庁監査はガチで逃げれない。任意保険はともかく、自賠責は車検出した会社が勝手につけてくるからな。知らずに損保ジャパンに入ってる人いっぱいいるんじゃね。どんどんやればいい。客が騙されてるのに突出して甘い対応は公平性がない。金融庁ではなくて警察の仕事だろ。そこまでして事件か組織かよ。監督官庁は金融庁だから、営業停止や保険料法違反から何かしら懲罰的な是正命令は出せるはずだったのに、長年放置して事業拡大してビッグモーターの CM ガンガン流してたからな。金の回り方次第じゃ政治家出てくるレベル。典型的な因縁つけて。
権益を害しに割譲の流れにしか見えんのだが、日本の省庁なんか信用できない。大体いつもは東京地検なんだけどな。しかし、聞けば聞くほど腹立つわ。この企業には、順法意識のその字もないのかよ。字だろと釣られてみる。ビッグモーターの問題が些細なことに思えてきた。金融庁なんて悠長なことやってる場合じゃなくて捜査に課の出番だろこれは。東京地検特捜部では、損保ジャパンくらいの企業になると、ちょっとやそっとじゃびくともしないでしょ。財閥系統だから国とのつながりも太いだろうし、逃げ道はたくさんある。被害者ずらしてるのは損保ジャパンも DM 社長も同類ってことか。でかい流れ玉で草。金融庁は基本せこい案件しかやらないし、身内には甘い。せいぜい1ヶ月の新規契約業務停止でおしまい。これ一件あたりはせこい金額やけど、全体で考えたらすごい疑惑やで。背任まで行くなら危険特捜部が動いてもおかしくない。金融庁もついに思い越し上げたか。これだけ問題が大きくなって世論が騒いだらさすがに無視できない。監督の金融庁まで飛び火したら大変だ。プロレスだよ。庁の天下り先を潰すわけない。同意。損害保険システムの信用の根本が揺らぐ事態になりそう。とんでもないことやらかしてくれたわ。不正を見抜けなかったわ。黙認したわ。共謀した。これを調査によってちゃんと確定するべきだよね。割増請求されて損保ジャパン的にどんなメリットがあったん？割増請求自体に何のメリットもない。自賠責が保険割り当てられたところで保険会社に入るのはたった数万だしゅ。社員の保険加入もあるんじゃね。給与明細に民間保険の控除項目があったし、全く知らなかったはないだろうな。今回はバレたから良くないだけで、どこでもこれくらいの些細なことはやってるよ。損保ジャパン解約ラッシュで経営陣刷新もありそうだな。合併もあり。早くビッグモーターに保険販売させるの止めろよ。なんでこんな代理店が保険売ってんだよ草。これをまずやらないとね。営業も強引だったり評判悪いからな。保険契約の獲得だけはクリーンにやってるとも思えんわ。まあたかだか一代理店にこんだけ出向させるのは異常すぎやな。ビッグ問題と損保残飯がグルで不正請求をやったとして、損保にメリットなくね。多少高いぐらいならまだわかるけど、100億とかなるとデメリットだらけう。DM の店舗で自社の保険商品を優先的にどんどん販売してくれるようになるんやからシェア増えてうはうはやん。損保ジャパンは大丈夫なの？取引先別の分析資料とか絶対残ってるよね。あるはずの資料がなかったりしたら、隠蔽になるし、データから何から何まで全て改ざんするには時間がない。まあまあここは穏便に済ませましょう。金融庁は処分を下ろせるのかね？ビッグモーターや保険会社になんか握られてないだろうな。淡々と進めて結果出してくださいよ。お願いします。金融庁これから行くからな。絶対準備ミシンしておけよ。国交省も金融庁もかなり怒ってるからな。恐ろしす。保険行政としては、代理店の監督義務が保険会社にあるからね。代理店の不祥事件の報告も保険会社に提出義務がある。金融庁にとって損保ジャパンは天下り先だから手心加えるだけで見てくれ。処分しかしないと思うよ。地検が捜査に入って詐欺で起訴逮捕しないと意味がない。損保ジャパンはマジで評判悪いからな。保険代理店も相手が損保ジャパンだとうんざりするっていうな。正義より結局お友達の数。情けない。さて、天下りどもの真価が問われるな。金融庁は会見を受けて立ち入りを決めたっぽいから本気で行くんじゃない？その上で、BM に犯罪があれば、それは逮捕者が出るわな。ここまでやれば国民は納得かな。よくわからんのだが、保険会社は水増し請求されたら損するんじゃないの？みんなが払う自動車保険料は、保険金支払い実績をベースに保険会社ごとに算定するから、BM が不正請求した額以上に被保険者の負担が増えてる可能性がある。つまり BM も損保会社も損せず、被保険者だけが損する仕組みかもしれない。損保ジャパンの加入者全員にしわ寄せが来てる可能性？しわ寄せは他社も含めた保険契約者全体。だから他の保険屋は助かりたいなら損者をクソほど叩く必要がある。不正に保険料を取っていたのはどこも同じだからね。これを損害保険の代理店をやっている弱小の販売店や修理工場がやっているのが発覚したら、間違いなく代理店業務委託契約を解消されると思う。それを取り扱いの多い代理店だからとうやむやにして解決しようとしていたと見られても当然だな。金融庁は徹底的にやるべき。国交省と金融庁は国民に事実関係を説明する義務あるよね。調査するだけ。ほとんどの株持ったままだから落ち着いたら息子を社長に就任させるんだろうな。国が動いても業務改善命令ぐらいで終わりそうだし。どうせ理財で済ませるつもりでしょ。金融庁の役人は将来の就職先候補の一つに対して鬼になれるんか？あの社長の会見で疑惑は深まったからな。問題ない。国民はバカだからすぐに忘れる。証拠保全のために、警察も動かないとダメだろ。保険金詐欺なんだから。危険が出ばらない限りはヤブの中だな。ワイの保険料どんだけ無駄にむしり取られてたんや。社会保険料とか電気代とか物価上がって苦しいのにってほとんどの国民が思ってるはず。国交省は腰が引けてるので金融庁に期待している。立ち入り検査して何もありませんでしたでは良心がない。必ずや証拠を掴んでくる。まあ、ユーザーは修理代が10万のところ100万かかろうが全く関係ないもんな。保険使う時点で等級1ダウンだし。とはいえ現状どこの保険会社も自動車保険に関しては赤字。
保証を手厚くして自分で自分の首を絞めた結果、自動車台数そのものの減少、それを火災保険等の儲けで補ってたが、昨今の自然災害増などでそちらも赤、火災保険なんか数年前の2倍以上に保険料上がってる。となるとやっぱ幹部は退陣、出向者から逮捕者でないと収まらんね。犯罪行為と知ってて評価のために嘘の数字報告してたやついるわけだし。知っとったんやろ損保ジャパン、逃さへんで。世の中には廃棄しちゃいけない書類がたくさんあるのよ。形だけやろ。形だけなら日本はヤバい国って確定じゃんか。この大きな件でさすがにそれはないでしょ。思ってる数倍ヤバい国だぞ日本って。え、マジ？保険会社はそういうもん。相互扶助が基本だが、再保険コストも含めて保険会社が損しない仕組みになってる。下手したら保険会社の運用失敗の損まで被保険者が負担させられてるかもしれない。損保税に金融庁 OB の顧問様はいらっしゃるのかしら。損保ジャパンって子会社に介護企業を作っていらない社員を介護に左遷したとこか。こんなにも優遇されるならビッグモーターどんだけ新規を損保ジャパンに紹介してたんやろう。そんなにコロコロ保険屋買えないだろ。保険屋にズルズルべったりだからな。販売店も修理屋も部品屋も涙目だね。ビッグモーターは知らなかったが日本の中古車屋の最大の会社なんだな。そこを独占できるのは損保のパイとしてはそこそこになりそうだな。もちろん客は保険会社選べるがディーラー進める会社入る人も多いだろう。株も持ってたしな。もらい事故した時相手の保険会社が損保ジャパンだった時の気持ち、社会全体の保険契約に与える影響が大きい。金融庁監査のうなり、営業停止処分を受けたくなかったらわかるね。度重なる値上げの要因、自動車に乗ってる国民全員が被害者だろ。あっても早々に処分されて見つからないような気がする。処分されてたら、その事実だけで終わりやぞ。自賠責保険は下がってきたのに、任意保険料は上がってきた。おかしいね。自賠責保険は対人賠償しかありませんので。板金部門のせいだし。やべ、板金部門に損保ジャパンの出向者が。だからそんなんかしないんだよ。新規の契約が入れば普通は毎年同じ保険会社で更新するから。何年も契約が続くし、場合によっては家族などの契約まで手に入る。逆に事故はそうそう毎年起こすようなやつはいないからね。トータルで儲けだよ。それだよな。知り合いに通販型安いし、対応も電話だけどきっちり対応するよと言ったら、安いから信用できない、対面じゃないと安心できないと言われた。つまり保険会社を変えない人は変えない。 LINE 消去、原因解明する気も、捜査に協力する気もありません。わらわら。でもサーバーにはデータあるんでしょ。やはり被害者面は無理でしたと。遅すぎだろ、待ってあげてたのかな。消費者庁も国土交通省も当然動くよね。一般人のお客が損する事態になってんだから。国交省のヒアリングは今日の午後だったかな。動いてないのは警察。器物損壊は被害届がないと動けないけど、詐欺はいけるやろ。証拠保全のためにも一刻も早く動くべきじゃないかな。最近はみずほばかりで嫌気がさしてたの。久々の損保ジャパンでやる気満々よ。損保ジャパンもみずほ系なんですが、そら入るわな。ことが起こったのをきっかけに入る検査は定期検査よりかなり長期間の立ち入りになるぞ。下手すら以前の不払い問題の時みたく業界一斉入検になる。保険会社が自社調査してるけども告発しなきゃ警察検察は動けないんじゃないの。詐欺は申告罪じゃないだろ。ただ接点を責めるのは難しかろう。むしろこれ特捜の管轄なんじゃね。金融事件の性質が濃い。贈賄、組織的詐欺、背任が視野に入るならな。状況証拠的な情報は集めてそうやけど立件は厳しいかもね。詐欺事件は立件されるし、ビッグモーターからは逮捕者たくさん出てもおかしくない。損保に対してはどうだろうな。出向者は深く関わってそうだが立件できるか。ここ数年の保険料の値上がり分を全保険ユーザーにビッグとジャパンの資産で返金させろよ。単純に考えてそうなるよな。国交省と金融庁動かすなんてすごいな。被害者が被害を認識してないから警察も動きようがない。ほんまクソセコい企業ばっかになったよな日本。昔からだぞ。戦前なんてもっとひどかったと聞くし、戦後の労働者や農家が一時的に政治力持ってた昭和の一瞬だけマシだっただけで、それも GHQ が公職追放で、戦前の政府と連出た経営者を根こそぎ排除したからだからな。民間企業の経営者も GHQ のおかげで若返り、かつ、ある程度クリーンになった。確かに当時の GHQ は、日本を理想国家に生まれ変わらせようとする使命感はあったね。もちろん米のためなんだが、それでも強い同盟国は貴重だし、支配層が若返ったから未来のためにみんな仕事しだした。年寄りは未来のために仕事なんかできん。経営者の年齢はやっぱり若いほど平均的には結果出す。損保ジャパンの社長も立ち入り調査の前日に辞任するんだろうか。天気神明に誓うまでは見えた。でもビッグモーターの不正請求額分ごときで保険料率の数字が動くとも思えないけど。大なり小なり同じことしてた整備工場はいそうだから、自動車整備業界の売り上げかなり落ちるだろうな。工賃も取れないし部品も売れないとかで。労基法でもくすぶってるみたいやから、厚労省も乗るしかないやろ。人権得意やん。上場しててもこれだからな。非上場なんて怖くて使えない。ここまで来ると罪状どこまで重なるか楽しみ。生贄は決まったんだろ。鉄砲玉差し出して業務停止1週間で終了だよ。ライバル会社は大チャンスやんか。でも面倒くさいのは不正の先にあるのは規制なんだよな。
去年だか一昨年に個人が補助金かっぱらった時は光の速さで逮捕したのに大企業案件は相変わらず動きが遅いことで。大企業というか戦前から続く財閥系政商はまた別格だから。株価は思いのほか下がってないな。これが答え。騒いでるのはここだけ。株価は正直だな。わからなかったって。保険会社失格でっせ。特別司法警察職員のいない省庁が、調査に入ったところで送検できんだろ？行政処分しかできん。警察に刑事告発はできるかもで警察が送検。でもそれなら初めから検察動けよって感じするわな。組織的詐欺や背任まで視野に入るなら、地検特捜部が情報収集始めててもおかしくない。行政処分で終了。他の損保もだろ。どう見ても確率的におかしい請求額だっただろうし。ビッグモーターでだけやらかしてるならいいけど。不正請求はされるわ、立ち入り検査はされるわで踏んだり蹴ったりだな。東急どうするんだよ、騒動始まりそう。ビッグ金融庁の、おなり。言うて日本を代表する会社だし注意で終わるだろ。保険料返してください。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。